ンツーでフィニッシュ。今のパフォーマンスどうだった？前に見てもらった時よりずっと曲のイメージに合ったものになったと思わない？もちろん最初に決めた振り付けも悪くはなかったんだけどね。全体を通してみるとどうしても違和感があって、ただせっかくみんなで決めた内容を変えたいっていうのはやっぱり言い出しにくかったんだ。でもそうやってモヤモヤした気持ちを抱えながら練習をしてたら何か引っかかることでもあるんじゃないかってニコちゃんが気遣ってくれたの。ほんとニコちゃんって私たちのことをよく見てくれてるよね。だから思い切って気持ちを打ち明けてみたんだ。そしたらニコちゃん、だったらもう一度みんなの意見を聞いて話し合ってみようって言ってくれて、みんなにはギリギリまで負担をかけちゃって本当にごめんって思ったけど、それで自分でも納得のできる振り付けにまとめることができたんだ。やっぱりミューズのみんなはすごいよね。どんなに忙しくて時間がなくても最高のライブをするためにいつも真剣に考えてくれるから、だから今回もみんなの気持ちに応えるために全力で頑張るよ。きっと素敵なライブにしてみせるから、あなたもぜひ見に来てね。